ND2002。 キムラスカ・ランバルディア王国はバルクト帝国領ホド島への侵攻を開始した。探せ探せ。いいですね。お前はガルディオス家の跡継ぎとして生き残らねばなりません。姉上、黙ってお聞きなさい。このタンスの中に隠れていれば大丈夫。嫌です。私も戦います。あなたは人を殺せるような男ではありません。そんな。でもね、私はそれを誇りに思うわ、ガイラルディア。姉上。動くな女。下がれゲロ。この手。虐殺に次ぐ虐殺、そしてその最中、突然の地殻変動がホドを襲った。住人のほとんどを巻き込んで、ホドは地の底深くへと飲まれて消えた。マルクト帝国皇帝カール5世はこのホド消滅をキムラスカ王国による何らかの破壊工作であると激しく非難。王国に宣戦を布告した。後に言うホド戦争の始まりである。16年の歳月が流れた。ドラマ CD テイルズオブジアビスボリューム1。ほら、こっち来いよ。お前だお前。そうそう、そこのお前。来たらパンやるぞ。よし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 、そう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 、ちょっとこっちに。よし、そのままじっとしてやがれよ。捕まえ。おわっとっとっと。おわっと。あーいって。あ、もうちょっとで捕まえられたのによ。じゃあな。ルーク様、良いお天気で。だな。ご機嫌いかがですかな、ルーク様。いつも通りだよ。ルーク様、お変わりありませんか。ねえよ。ルーク様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 。うぜ。あの鳥、今頃どの辺飛んでやがんのかな。空に、雲に、街に、他に何が見えんのかな。海かな。海、海、俺いつになったら本物の海ってやつを見れんのかな。ルーク。あ、
害か。見っこせった。よ、窓から来んな、ドアから来いっての。まずいだろうが、ファブレ公爵家のお坊ちゃんと一階の使用人がタメ口聞いてる現場を見られちゃ。あるよ。ああ、ちょっと。ガイ様華麗に参上なんてな。どうしたルーク。ああ尋ねるだけ野暮か。そんなお前に朗報だ、バン様がいらしてる。あ、応接室で旦那様とお話し中だ。マジで。マジで。先生が来てる。そうだ。ああ、よっしゃったく、何週間ぶりだよ、先生が来てくれたの。いい加減待たせすぎだったよだよな。今行ってもまだお話の最中だ。そうかさん。え、この前先生に教えてもらった技、そうかさん、あれな、あれあれはもう完璧にマスターした。今日は違う技、もっとかっこいい技教えてもらうぞ。決定。ガイ、俺の剣の用意頼む。後で中庭で落ち合うぜ。だから今行ってもまだ。じゃあな。やれやれ。バン先生、現実の稽古をお願いします。控えよルーク、大切な話の最中だ。あ、父上。でもルーク。そうむくれるなルーク。グランツ幼少、残りのお話はご子息のお相手の後に。ご迷惑をおかけします。いえ、行くぞルーク。そうこなくちゃ。まあ、ワングランツ幼少だわ。グランツ幼少、お勤めご苦労様でございます。うん。人気あるな先生。ルーク、あまりわがままを言ってお父上を困らせてはいかんぞ。でも、うん、父上は俺をこんな屋敷に閉じ込めて。ルーク、7年だぜ7年。毎日毎日やることもねえし、俺退屈すぎて頭おかしくなっちまう。ルーク、つうかさ先生、もうちょっとこまめに来てくれればいいのに。俺がどれだけ先生の稽古を楽しみにしてんのか分かってないんだ。おい、もう一回ケン。はいよルーク坊ちゃん。せやで、どこから行きますか。うん、打ち込みからだ。その後新しい技に取り掛かろう。かっこいい技ですか。俺地味なのは嫌です。来い。さあ、ふっ、うっと、そうかさん。どうですか。おっと先生、先生、お世話係の俺としちゃ焼かなきゃいけないところかね。静かだ。静かすぎる。なんだこの感じ。気づくのは少しだけ。何？遅い！おい、おい、ガイ、どうした？待て。先生。行くな。ようやく見つけたわ。裏切り者バンデステルカ。ティアか。覚悟！あ！どいていろ。お！いきなり何のつもりだ。とぼけないで。ティア！先生。あ、くそ、あの女。人んちの庭で好き勝手やりやがって。何なんだよお前は。寄せルーク。ティア！なんだこの光。これは、ルークとティアのセブンスフォニムが反応し合ったか。まずいことになったな。お待ちください。待てません。今すぐ外用のお召し物をご用意。ああ、止まれ。取り込み中だ。ご用は後にしていただこう。おどきなさい。聞こえなかったのですか。もう一度言います。
おどきなさい。な、何をこの小娘。おい待て、この小、いや、このお方は。お待ちください、姫様。私はキムラスカ・ランバルディア王国王女ナタリアルツ・キムラスカ・ランバルディア、改めて命じます。おどきなさい。失礼いたしました。国境からの報告はまだなのか。デオ峠を越えたという報告はない模様。あなたがついていながら、情けないことですわね、ガイ。弁解の言葉もありません。あなたはルークの世話係であると同時に友であり保護者でもあるはず。どう責任をと言いたいところですが、その様子を見たら叱責もできませんわね。大丈夫？あなたひどい顔をしていますわよ。現在の状況は？誘拐犯は女、一人きりで侵入してきたようです。警備の人間は揃ってみな幸せそうにおねんね。眠っていた？ええ、特殊な不術が使われたようです。警備兵たちはみな歌が聞こえたかと思った瞬間、意識がぷっつりと途切れたと口を揃えています。旦那様はマルクト帝国の謀略と読んでいらっしゃいます。ありそうなことですわ。国内の捜索は優に及ばず、帝国領へも捜索隊を派遣することが決定されました。我が国と帝国との関係を考慮して少人数での極秘の捜索になりますが。そうせざるを得ませんわね。で、ガイ、あなたはどうするつもりですの？行きますよ、もちろん。たとえ火の中、敵国の中。それでは相談があります。相談？私も連れて行きなさい。はあ？私も一緒に行くと言ったのです。な、何をおっしゃってるんですか、ナタリア様。声が大きいですわよ。ルーク様が、許嫁が姿を消してご心配なのはわかりますが。それなら。でも姫様は自ら敵国に出向くなんて聞いたことがありません。そのようなことに手を貸せば私が処刑されます。私がお父様にご説明して責任を持ってあなたの命を守りますわ。それなら今陛下の許可を求めてはいかがですか。許していただけるわけがありません。なら私もご命令には従えません。そうですか、ならば考えがあります。え、ちょっと、ストップ、クラクラじゃなくて、来ないでください。良い返事をもらえるまで止まりません。わかりましたってば。あなた、その病気。ただの女性恐怖症です。私がルークと結婚したら、あなたは私の使用人になるのですよ。少しは慣れなさい。無理です。私は一度城に戻ります。日が落ちたら寄るように。闇夜に紛れて裏門から出ましょう。よろしいですわね。それでは後ほど。姫様、どこにいらしたのですか。そのように勝手にお歩きになられては私が陛下に叱られます。わかっています。さあ戻りますわよ。まったく冗談じゃないぜ。今のうちにとっとと出ちまおう。どうしたのだ、ガイ。いいえ、万葉賞、何でもありません。私はここで指揮を取る。ガイ、お前は陸自隊にケセドニアから探索を始めてくれ。いいな。かしこまりました。うん、では。待て、確認しておく。これはお前が仕組んだことか、バンデスデルかムストフェンデ。今はその名を口にしないでいただきたい。答えろ、バンデスデルか。私は無関係です。あの日お前は言った。復讐に協力する代わりに自分の計画に手を貸してほしい。いつになったらその計画とやらの内容を話すつもりだ。いずれ、訪れるべき時が訪れた時。訪れるべき時、その時は必ずやってきます。必ずです、ガイラルディア・ガラン・ガルディオス様。
おい、お前シカトしてるんじゃねえよ。お前だ、お前。名前があるわ、言ったはずよ。おい、ティア。何、何なんだここは。見ての通り独房よ。そうじゃなくて、どうやら私とあなたの間で超振動が起きたようね。超振動、同位体による共鳴現象よ。あなたもセブンスフォニマーだったのね。ま、セブンスフォニマー、迂闊だったわ。そう、だからファブレ公爵邸にかくまわれていたのね。ああ、もう何言ってんのか、こっちはさっぱりだ。そもそもお前は何者だ。いきなり先生を裏切り者呼ばわりしたり襲いかかったり。説明するわ、あなたにも理解できる範囲の状況をね。私とあなたはある特殊な力の反応が原因で瞬間的にマルクト帝国領に飛ばされてしまった。昏睡から覚めた時にはすでに日が暮れかけていた。私たちは近くの村に立ち寄ってとりあえず夜を明かそうとしたわ。そしてあなたが村の宿屋で自己紹介をした。俺はルーク・フォン・ファブレ、宿代は父上につけといてくれ。キムラスカ王国のファブレ公爵といえばマルクト帝国にとって最大の敵の一人。私たちはすぐに捕らえられてしまった。しょうねえだろうが、父上がそんなに評判悪いなんて知らなかったんだ。ホド戦争の後、王国と帝国がどんな関係なのかを知らないはずはないでしょ。んなもん知るか。呆れた、本物の温室育ちなのね。悪いか、俺だってな、何も好き好んであんな屋敷で囚われの身となった私たちは囚われの身となった私たちは3日後、補給のために村に立ち寄った帝国の軍人に引き渡された。そして今私たちはマルクト帝国軍の最新式陸上装甲艦タルタロスの独房にいる。音機関全て異常なし。進路に障害物、敵への反応なし。タルタロス C6 地点を通過しました。国境には翌朝に到着の予定。師団長、お言葉を。ご機嫌です。このまま前進します。ああ、そうだ、お茶を用意しておくように。お茶でありますか。ええ、大切なお客様にお出しします、一番いいやつを。大佐、こんばんは、アニス。ご一緒しちゃおっと。おや、どこにですか。またまた、独房ですよ、独房。知ってますよ、村で身柄を引き受けた赤い髪の人、ファブレ公爵家のお坊ちゃまだそうじゃないですか。やれやれ、玉の腰の匂いを嗅ぎつける花は超一流ですね。嫌ですよ大佐、それじゃあまるで私がお金や家柄や地位や名声や権力で男の人を選んでいるみたいに聞こえるじゃないですか。おや、それ以外の意味に聞こえましたか。だとしたら私もまだまだ未熟ですね。大佐って意地悪です。さあどうぞルーク様。あ、毒とかは入ってませんよ。おい、おっさん、俺をどうするつもりだ。園芸部北部のお茶です。お口に合えばよいのですが。恐縮です。って、シカトしてるんじゃねえよ、お前だ、お前。おや、私のことですか。これは申し訳ありません。いや、全く気がつきませんでした。すでに名乗ったはずなので、まさかおっさんと呼ばれるとは思いもしなかったものですから。お忘れのようですから、もう一度申し上げましょう。私はジェイド・カーティス、マルクト帝国軍第三師団の師団長を務めております。どうぞお見知りおきを。なんて嫌味な野郎だ。申し訳ありません、カーティス大佐。彼は世間に疎く、礼儀や常識を知らないものですから。なんだと、もう一遍言ってみやがれ。いい加減にしなさい。お前うぜんだよ。あなたこそ子供みたいにわがままばかり言わないで。何、おっと、血は喧嘩ですか。そんな関係じゃ。冗談ですよ、私ならジェイドで結構です。ファミリーネームの方には
あまり馴染みがないものですから。気取りやがって。で、俺をどうするつもりなんだ。そうですね、キムラスカ王家と隕石関係にあるあのファブレ公爵のご子息が不正に国境を越えてマルクト帝国領に侵入してきた。穏やかな話ではありません。殺すつもりか。まさか。殺すだなんて人聞きの悪い。まあやろうと思えばいつでもできますがね。大佐、今回の件は私のセブンスフォニムとルークのセブンスフォニムが超振動を引き起こしただけです。ファブレ公爵家による敵対行動ではありません。だそうですよ大佐。まあそのようですね。温室育ちのようですから世界情勢には疎いようですし。バカにしやがって。やんごとなきお方はともかくとして、ティア、あなたについてまだ詳しく聞いていませんでしたね。申し遅れました。私はオラクル騎士団モース大英指揮科情報部第一小隊所属、ティア・グランツ教長であります。ティア・グランツ。兄さん。こんなところに嫌がったのか。おい、いや、話がある。兄のことならあなたに話すことは何もないわ。何？私と兄の問題よ。あなたには関係ない。あるさ。いいか、俺はバン先生の一番でしょ。先生が命を狙われてるってのに関係ねえって、そんなのあるか。ことと次第によっちゃ先生の妹だからって、女だからって容赦しねえぞ。容赦しない。そうだ、容赦しねえ。うっ。安全な塀の中で大切に大切に育てられたお坊ちゃん、剣術ごっこをかじっただけのあなたに誰かを傷つけるということの意味なんてわかるはずがない。容赦なんて言葉を軽々しく使わないで。こんなことになったのは私の責任だわ。申し訳ないと思ってる。だから命に代えてもあなたを必ず家に送り届けます。でも慣れ合うつもりはないわ。立ち入らないで。ジェイド大佐が国境近くまで送ってくださるそうだから、それまでおとなしくしていなさい。師団長。ん？あの二人、好き勝手に館内を歩かせてもよろしいのですか？構わないだろう。セキュリティキーなしで歩ける場所など限られている。甲板で風に当たるくらいが関の山だ。あの娘はオラクル騎士団の兵士、しかもモース大英士直属の部下です。信用できません。泳がせて敵の手の内を探る、そういう考え方もある。しかし、よりによって旧敵キムラスカ王国の貴族など。やれやれ、旧敵とは穏やかではないな。我々が何のために動いているのか、それを忘れないように。申し訳ありません。ま、今のところはまだ旧敵としか呼べないのも事実だ。しかし、だからこそあの箱入りお坊ちゃんには利用価値がある。我々と王国をつなぐ橋渡し役として。その通り。もっとも同志イオンのご意向を仰いでからになるが。どうした？前方20キロ地点上空にグリフィンの大集団です！総数は不明！約10分後に接触します！これは…前方20キロに魔物の大群を確認！総員、第一戦闘配置につけ！繰り返す！総員、第一戦闘配置につけ！いけない！ルーク！おいおい、魔物の大群ってどういうことだよ！おい、そこのお前、早く艦内に戻るんだ。艦砲射撃が始まるぞ。冗談じゃねえ、こんな陸艦に乗ってたら死んじまう。俺は降りるからな。バカを言うな、今からじゃ無理だ。早くこっちへ。貴様どこから。どうした、震えているのか小僧。あいつ、人を殺した。貴様その顔。あ、待ってくれ、俺は関係ない。俺は巻き込まれただけなんだ。ノクターナルライト。せーわ。
その技、エアグランツか。ラルゴ、クロディチ・ラルゴ、どうしてあなたがここに。うん、まさかお前とこんな場所で出会おうと。あ、知り合いなのか。だったらわかるだろ、俺はマルクトの連中とはまるきり関係ない。邪魔だ。あルーク、大丈夫？ルーク全然大丈夫じゃねえ。ラルゴ、オラクル騎士団の六人称であるあなたがどうしたこんな真似を。何が目的。どうしよう、イオン様をもらい受けに来た。イオン様、この間にイオン様。てや、あぶねえ。ルーク、その程度か。イグレットが泣くぞ。ルーク、ここは私に任せて、あなたは館内のどこか安全な場所に。けど邪魔よ。分かった。冗談じゃねえぞ。どうして俺がこんな目に。撃て。よし、グリフィンの数は減っている。この調子でいけば。なんだこれは。側壁に何か張り付いて攻撃を加えてるぞ。ラインがです。クソ、グリフィンから降下していたんだ。グリフィンが撤退していきます。陽動です。壁を破られるぞ。素因動力部を沈めよう。繰り返し、動力部を沈めよう。やっぱり追手が来たんだ。でも安心してくださいね、イオン様。イオン様はこの私、オラクル騎士団フォンマスターガーディアンアニス・タトリンがしっかりお守りしちゃいますからね。ありがとう、アニス、頼りにしています。でもイオン様、顔色悪いですよ。アニスちゃんのこともっと信頼してください。違うんです。今この艦が襲われているのは僕のせいだ。僕のために大勢の人の命が失われていると思うと。違います、イオン様のせいじゃありません。違うんです。やはり僕も出ます。ダート式不術を使えば。ダメですよ、お体に触ります。イオン様、下がっていてくださいね。おい、誰かいねえのか。開けてくれ、早く開けろって言ってんだよ。おへ、ルーク様。おっとっとっと、おい。そう、こけてばっかじゃねえか俺。あい、お前、急に開けろじゃねえよ。お前じゃなくて、アニス、アニスちゃんですよ、ルーク様。ああ、ちょっと。あ、そっちのガキは何者だ。この方は恐れ多くもローレライ教団の最高指導者であるイオン様。同志イオンであらせられますよ。同志？はあ、いろんなのが乗ってんだな、この陸艦には。はじめまして、ルーク殿。イオン？おお、お前か。オラクル騎士団のやつがお前をもらい受けるって。くそ、お前がこの騒ぎの元凶か。待てよ、オラクル騎士団といえばローレライ教団の戦闘部隊だろ。どうして自分とこの偉いさんを狙ってくるんだ。え、そもそもティアだってオラクル騎士団のメンバーだ。先生もそうだし、あ、アニスもそう。要するにこれって身内同士で戦ってるってことなのか。だがもう分かんねえ、全然分かんねえ。すみません、ローレライ教団の内部事情が関係しているんです。詳しくはお話できませんが。待て、いい、もういい、もう何も聞きたくねえ。お前らの喧嘩だろうが、お前らが責任持って何とかしろ。俺はもうここから一歩も動かねえ。やめやめ、降りて降りて、行っちゃいのっけた。あらら、ブレンセンション。万総長に免じて見逃してやる。どこへなりとも行け。一つだけ聞かせて、オラクル騎士団六人称を束ねるのはバンクランツ。
これは兄さんの指示なの。答える義理はない。いいえ、答えていただきますよ。ん？フレアトーネード！うわー！ご安心ください。即死するほどの威力はありません。必要な情報を聞き出すまではなるべく生かしておきたいので。極人将を舐めるなよ。おっと、ジェイド・カーティス大佐、いや、ネクロマンサー・ジェイド。これはこれは、私も随分と有名になったものですね。戦乱の旅に無苦労を漁るお前の噂、知らぬはずもなかろう。あなたほどではありませんよ、黒獅子ラルゴ。この武術の威力、さすがだ。だがここから先はおとなしくしてもらう。あなた一人で私を殺せるとでも？お前の武術を封じれば。まさか封印術？いけない！力が！イオン様の武術を封じるために持ってきたが、こんなところで使う羽目になる。ネクロマンサー・ジェイド、お前を自由にすると後々面倒な。死んでもらうぞ。ん？お！このタイミングでこの揺れか。勝てねえ、ノクターナルライト。しまった、瞬人層。お！かっか、おお！缶の下に落ちたわ。やった！殺すつもりで攻撃しましたけどね。まだ生きていると少々厄介ですよ。先ほどの揺れ、この爆発、どうやら駆動系をやられたようだ。じきにタルタロスは停止します。ほら、ご覧なさい。缶の下にオラクル騎士団が続々と集まってきている。この地点で待ち伏せていたのでしょう。立てますか？手を貸しましょう。いえ、大丈夫です。それは何より。実は手を借りたいのはこちらの方なんですよ。申し訳ありませんが、あなたの力を、セブンス・フォニマーの力をお借りしたい。敵が侵入してきました。左舷ハッチ周辺、エンジンルームで構成中。上空からの攻撃も再び激しさを増し、もっと兵を集中させてほしいでしょ。やってます。イエーイ、師団長はどこに？なんだ、全ての敵の反応が、いえ、全ての敵味方の反応が停止しました。お見事。素養を持って生まれた者にしか操ることのできないセブンスフォニム、そしてこの眠りの武術、ファブレ公爵邸に潜り込んだと聞いてもしやと思いましたが、やはりユリアの負荷でしたか。いやはや大した力です。少し休ませてください。おっと、ユリアの負荷。セブンス・フォニマーなら誰にでも歌える歌というわけではない。そこにはさらなる特別な素養が求められる。ティア・グラッツ、セブンス・フォニマーであり、ユリアの負荷の歌い手であり、オラクル騎士団モース大英士の部下であり、そしてかの名高きバン・グランツ幼少の妹でもある。随分と複雑なカードが回ってきたものですね。さて、
吉と出るか凶と出るか、いや凶でも吉にしますがね。ルーク様、ルーク様。あ、おう。なんだか外急に静かになっちゃった気がしませんか？だな。ちょっと様子見てきてくださいよ。ざけんな。全滅しちゃったんでしょうか？いいえ、おそらくユリアの負荷が使われたのでしょう。この立艦にはティア・グランツ教長が乗っていると聞いています。彼女は、要するにどういうこった？敵も味方もほとんど全員が眠ってしまった。そーっと。すっごー、本当に寝ちゃってるよ。今のうちにジェイドと合流しましょう。はい、行きますよルーク様。俺は行かねえ。ああ、ほとんど全員眠ってるってことはまだ眠ってない奴もいるってことだろ。やばい、やばすぎる。俺はここに残る。もうルーク様ってばわがまま。ルーク殿、すぐに大佐を連れて戻りますから。早めに頼むぜ。いい迷惑だってのムカつく。ティアもジェイドもオラクル騎士団もなんもかんもうぜ。ところであいつら本当に戻ってくるんだろうな。やっぱり俺も行くか。右、左、もう一回右。すっげえ、オラクル騎士団の連中みんな眠ってやがるぜ。え、つうかどっち行けばいいんだ。おい、ジェイド。いやー、おーっとっと。何度転べば気が済むんだ俺。こんたこ、通路のど真ん中でいびきかいてんじゃねえよ俺も。やべ、待ってくれよ。来るな。それ以上近づくと刺すぞ。俺はバン先生に直接剣術を教えてもらったんだぞ。ソーガさんだってマスターしてるんだ。失礼いたします。おう、入れ。第三師団師団長ジェイド・カーティス参上いたしました。フィオニー陛下におかれましては本日もご機嫌麗しく。よせよせ、俺とお前の仲だろうが。ええ、上司と部下、いえ支配者と平民ですとも。つれないこと言うな。ないないの仕事を頼みたい。読め。これは読んでの通り、キムラスカ国王インゴベルト六世宛ての信書だ。自然災害により危機に陥った我が国アクゼルスの住民の救助活動に帰国の協力を願う。いきなりですね。確かにアクゼルスは現在壊滅的な状況にある。だからといっていきなり敵国に助力を請うとは。とぼけるな、口実だよ。国交正常化、平和条約の締結。そうだ、ポド戦争の終結から15年、我が国とキムラスカの間では未だ国境線をめぐるいざこざが絶えない。緊張は高まるばかり。全面戦争は近い。そうだな、開戦はないと大臣たちは分析しているはずですが。お前の意見を聞きたい。半年、いえ3ヶ月で開戦に至るかと。だろうな。くだらん殺し合いはもうたくさんだ。
あちらもそう思っているはずだ。アクゼリスの共同作業をきっかけに事態をいい方向に持っていきたい。そう簡単にことが進むとは思えませんね。互いに背負った恨みつらみが重すぎる。難しい仕事です。だからこそお前に頼んでいるんじゃないか。マルクト皇帝ピオニー九世の懐刀、ジェイド・カーティス大佐。やれやれ、私に死ねと。手は打ってやる。同志殿。こんにちは、ジェイド。ローレライ教団の最高指導者、同志イオンに間を取り持っていただく。ジェイド、神書と同志イオンを死守し、ヒムラスカ王国首都バチカルに向かえ。というわけです。15年前のホド戦争を終結に導いたのはローレライ教団の先代同士エベノスでした。僕は先代に遠く及ばない未熟者です。それでもキムラスカ、マルクと両国間の話し合いの足がかりくらいにはなれると思っています。ここまではご理解いただけましたか。レーケ。ああ大佐。はい。どうしてオラクル騎士団がこの立艦を襲ったのでしょうか。さあ、あなたの方がお詳しいのではありませんか。教団がイオン様を中心とする改革派と大英士モースを中心とする保守的な大英士派に分かれて派閥構想を繰り広げていることは事実です。でもだからといってモースは戦争が起こるのを望んでいるんです。どうしよう、何かの間違いです。大英士モースがそんなことを望んでいるはずがありません。ティアさんは大英士派なんですね。ショックです。私は中立よ。スコアは大切だけどイオン様の意向も大事だわ。まあ教団の実情はともかくとして、我々は神書を何としてでもキムラスカへ運ばなければなりません。しかし我々は敵国の兵士、いくらイオン様のご意向を借りた和平の使者といってもすんなり国境を越えるのは難しい。グズグズしていては大英士派の六人将の邪魔が入ります。そこでルーク、あなたの力をお借りしたい。キムラスカ国王陛下との間を取り持っていただきたいのです。ルーク。ああ聞いていた。国境を越えるときに叔父上の名前を出せばいいんだろ。分かったよ。面倒はごめんだけど、戦争が起こったらまずいもんな。ありがとうございます。話は終わりか。だったら部屋に戻らせてもらうぜ。陸艦の修理に一晩はかかるでしょう。ゆっくり休んでください。あ、じゃあな。マルクトの連中、こんなもので国境に乗りつけやがって。異常はありません。うん、しかしバカでかい陸艦だな。帝国の連中は何の用で訪れたのでしょうか。どうしてルーク様がご一緒だったのでしょうか。さあな。戦争が始まるのでしょうか。さあ。お待たせいたしました。本国より鳩が戻りました。ジェイド・カーティス大佐。キムラスカ王国は気候の国境通過を認可いたします。ただし陸艦と兵士はここでご待機をいただきたい。現在軍艦の手配を行っています。明日の夜明けには入港の予定です。その船でカイロを行きバチカルまでお送りいたします。わかりました。インゴベルト国王陛下のご厚意に感謝を申し上げます。陸艦に収監されているオラクル騎士団の者たちはいかがしますか。後にイオン様が処遇をお決めになるでしょう。このままタルタロスの中に閉じ込めておいてください。
これはローレライ教団内部の派閥争いであって、我が国と帰国には一切の関わりがない。次の一手が早いですね、オラクル騎士団。おそらくは新手の六人将。ガルゴが世話になったみたいだね。同志をもらい受ける前に少し礼をさせてもらうよ。サンダーブレード！やめなさい！ヒヨン様、危ないです！下がっててください！ちょっとあんた！そんなところにいないで降りてきて勝負しなさいよ！フォンマスターガーディアンか。そっちが来ないんだな。せーの！似合うか。すりゃ、待て、貴様。邪魔なんだよ、ザコが。ヒヨン様とルーク様を指示するのだ。ルーク様はイズコに。ルーク様、ルーク様。くそ、こんなのもうたくさんだ。死ぬの、見るのも、殺されんのも、殺すのも。それで逃げているつもりか。あっ、ほら、転べよ。誰だお前。オラクル騎士団六人将、烈風の神。また六人将かよ。だから俺は関係ないって。ルーク・フォン・ファブレだよ。返事はなしか。でもわかるよ。なるほど、確かにあいつとそっくりだ。誰か、誰か助けてくれ。その腰の剣は飾りか。抜けよ。嫌だ。少しはやれるってところ見せてくれよ、ルーク。おっと、ルーク、剣を抜きなさい。嫌だ、もうたくさんだ。戦うのよ。うっせえ。あっ、ガンダムだ。俺はアブレ公爵家の後継ぎだぞ。そっち、国王になる男だぞ。どうしてこんな目に遭わなきゃなんねんだよ。こいつは相当な出来損ないだね。模造品は所詮ゴミってことか。安心しろ、殺しはしない。死なれたら何もかも台無しだからね。でも死ななければ何をしたって大丈夫ってことだよね。いけない。総合商店発表だ。ティラ、バカ。ティラ、ティラ。死ねよ。待ちな。ガイ様、華麗に参上。来い。おい、そこの仮面かぶったの、来な。俺が相手だ。大切な坊ちゃんは殺されちゃ困るんでね。大切。何も知らないくせに。なんの。誰か。おっと。僕の攻撃を避けると、貴様何者だ。ただのお世話係だよ。ほど焦点は焦げつ真空破断。くそ。続けるかい。くらえ。おっと、かすっちまったか。汚れたな。よせよせ、負け惜しみは見苦しいぜ。また会おう。よ、ガイ。大体のところはジェイドに聞いた。大変なことに巻き込まれちまったみたいだな。ああ、きつかっただろう。いきなり外に放り出されちまって。どうした。俺知らなかった。
屋敷の外がこんなにヤバいとこだったなんて。くそ。逃げることや身を守ることは恥じゃない。ジェイドやティアは戦うことが仕事だ。お前はそうじゃない。でもそれでも自分を許せないなら謝ってこい。あっちのテントで寝てる。ガイ、行ってこいな。ああ。誰？お礼だよ。あ、ルーク。ちょっといいか？え。あのさ、ごめんなさい。なんでお前が謝るんだよ。こんなひどい殺し合いに巻き込んでしまうなんて思ってもみなかった。助けてくれたじゃねえか。ひどい怪我までして。約束したはずよ。命に代えてもあなたを屋敷に送り届けるって。ティア、それに軍属である限り民間人を守るのは義務だもの。そのために負傷したのは私が非力だったということ。少し眠りたい。もういいかしら。ああ。ティア。何？なんでもない。怒りをあげろ！怒りをあげろ！出航！ご苦労様です、主席総長。うん、ご苦労。イオン様、よくぞご無事で。ありがとう、バン。オラクル騎士団のバン・グランツ要将を自らお出迎えとは、お気遣い痛み入ります。いや、カーティス大佐、貴公こそよくぞ同志をここまで守ってくださった。教団の内部のいさかいが飛びする形になってしまい申し訳ないと思っている。この借りはマルクとキムラスカ両国の平和をもってお返ししたい。本当かしら？六人将は兄さん直属の部下だわ。戦争を起こそうとしているのは兄さんじゃないの？ティア、怪我をしたと聞いた。大丈夫か？話をそらさないで。確かに六人将は私の部下だが、彼らは大英氏派でもある。おそらくは大英氏モースの命令があったのだろう。彼らが動いていることは私も知らなかった。じゃあ兄さんは無関係だっていうの？いや、部下の動きを把握していなかったという点では無関係ではないな。だが私は大英氏派ではない。信じられないわ。それであの時ファブレ公爵邸で私を襲ったのか。まあいい。とにかく私はモース殿とは関係ない。六人将にも余計なことはせぬよう命令しておこう。効果のほどはわからぬがな。ところでルークの姿が見えないようだが。一人で風に当たっています。いろいろ答えているみたいで。海、こんなもんか。海って鳥だっけ？キジバトだよ。そうだ、キジバト。初めて本物を見た。あれ、そうだったか？ああ、そうか。ああ、行っちまった。じゃあな、キジバト。辛いだろうな。ん？記憶が何もないってのはさぞかししんどいんだろうな。7年前、
俺はマルクト帝国の連中に誘拐された。なんとか生きて帰ってこられたものの、その時のショックで記憶はおろか、言葉も歩き方すら忘れちまってた。ガイが面倒を見てくれた。なんとか一人前に喋って走れるようになった。でも聞き分けのないことを言うな、ルーク。父上、俺はもうガキじゃない。どうして屋敷の外に出ちゃいけないんだ。お前はナタリア姫と結婚し、やがて王となるもの。その身に万が一のことがあったら、国王陛下に何と申し開きをする。俺は外に、外の世界に出る。外に出てどうするというのだ。7年間、俺はずっとあの屋敷の中で暮らしてきた。人形みたいに守られて、何もすることがなくて、空を飛ぶ鳥を見ていつも思ってた。俺もいつかは広い世界に、塀の向こうに飛び立つんだって。俺の人生はこの鳥かごの中にはない。本当の人生は外の世界に出た瞬間から始まるんだって。なのにおい、クズ。なんだ今の声は。気のせい。答えろ、クズ。誰だ。俺はお前だよ、剣長。頭が割れる。クズ、お前の力を教えてやる。お前がどんなに危険な存在なのか。何を言ってやる。体が勝手に動く。分からせてやる。お前が存在してはいけない人間だってこと。お前が、俺は操ってるのか。お前何なんだ。幻聴じゃないのか。なんだよこれ。これがお前の力、クズ。お前はこの力で世界に災いを招くんだよ。やだやだ、やめろ。ルーク先生、助けて。落ち着け。聞こえるな。深呼吸しろ。そうだ、そのままゆっくり意識を両手の先に持っていけ。ルーク、私の声に耳を傾けろ。力を抜いて、そのまま。大丈夫か、ルーク。先生、危ないところだったな。大丈夫だ、もう何も心配はない。先生、俺どうすればいいんだ。俺、外に出れば何かいいことあるって。でも外の世界は殺し合いの世界で、どこにも俺の居場所なんかなかった。俺は屋敷まといの邪魔者で、誰からも必要とされなくて、しかもおかしな声まで聞こえてきて、俺ルーク、それでもお前には私がいるだろう。先生帝国に吹き飛ばされた時の。なあ、確かにあの力も超振動だ。不完全ではあるがな。超振動はセブンスポニム同士が干渉し合って発生する力だ。完全な超振動はあらゆる物質を破壊し再構成する。お前も見ただろう。お前の両手の先で生み出されたあの巨大なエネルギー収縮を、あれこそが完全な超振動。お前
それを一人で生み出す力を備えて生まれたのだ。そんな。ルークよ、お前は自分が誘拐されその後7年間も軟禁されていたことを不思議に思ったことはないか。超神道がその答えだ。お前の父も国王もお前に備わった超神道の力を知っている。だからマルクともお前を欲した。完全な超神道は戦争に有利に働くだろう。じゃあ俺は兵器として軟禁されたってのか。家に閉じ込められて戦争になったら働けなんて。落ち着きなさいルーク。戦争を回避するのだ。そしてその功を内外に知らしめる。そうなれば平和を守った英雄としてお前の地位は確立される。そうかな先生、本当にそうなるかな。大丈夫だ、自信を持て。お前は選ばれたのだ。超神道という力がお前を英雄にしてくれる。英雄、俺が英雄。元気を出せルーク。未来の英雄が暗い顔をしていては様にならないぞ。はい、はい、先生。おいルーク、どうした。おいしいシーフードのランチご一緒しませんか。今の話は誰にも言ってはならんぞ。ジェイドはマルクとの軍人、ガイはファブレ公爵の使用人。ローレライ教団が乱れている以上、ティアもアニスもイオン様、完全には信用的。信じられるのは先生だけ。そうだ、俺と先生だけの秘密ってことだよな。ああ、ルーク、信じろ。私だけはお前の味方だ。はい先生。ルーク、分かった分かった、今行く。たやすいものだ、愚かなレプリカル。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。テイルズオブジアビスプロシーディということで、はい、ルーク役の鈴木史郎でございます。はい、リア役のゆかなです。はい、ということで2人でなんかね、うん、あのフリートークでございますけども、初めてですね。しかもなぜかあの対面の状態で撮ってるというね。そうなんかあのね、お見せできないのが残念なんですが、向かい合わせのセッティングなんです、マイクが。ですよね、とってもなんか恥ずかしいですね。恥ずかしいですね。なんでこんなに恥ずかしいのか分かんないんですけど。なかなかないですよね。うんうん、あのなんかあの、はいはい、ね、久しぶりにリアとルークに会えて、そうですね、どうですか。私はとっても嬉しかったです。僕も楽しかったです。ね、懐かしかったし ね、 そうですよね、うん、あの出会いのところからもう一度やるということで、はいはい、うんうん、なんかあのまだ2人ともツンツンして、ね、すごく仲が悪い感じでトゲトゲしいですよ ね、 ね、なんか、うん、まあ一緒にいるけど仕方ないからよ、うん、みたいなそういう空気感がありますけど ね、 ね、うん、でもどうですか、やっぱゲームを当初撮ってた時っていうのは、うん、やっぱこうやっぱ先がわからない状態で撮ってるじゃないですか。そうですね、結末わかんないですけど、うん、でも今回は全部わかってる状態でっていうのは、うん、僕はやりやすかったんですけどですね、ルークなんかは、うん、はいはい、特に多分後で、うん、とても素直な良い子になると、はいはい、うん、分かってから、うん、一番最初の場面をやるのと、うん、分からず、もしかして俺主役なのにずっとこのまま、うん、このダメなまんまって思いながらやるのでは、うん、きっと違いますね。違いますよね、うん、ティアの場合は、うん、そうね、ティアはそうね、うん、まあ違うんだけど、でも、はい、あの自分の中でルークとこう、うん、後で距離が近くなっていくのを、ええ、うんうん、あの先の展開が分かんないから、うん、なんかどんどんこうずっと一緒にやってるからだんだん優しくなっていっちゃうのを、うん、ゲームの時は止めるのが大変だったんですけど、はい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 、今回は、うん、あ、ここはまだ止めなくっちゃっていうのがちゃんと分かっているので、うん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 、まだ止めやすい感じですよ、うんうんうん、
これありますよね、うん、だから僕も結構ゲームの時はね、うん、あのここまで悪くしちゃダメなんじゃないかなとか思いながらやってたんですけど、うん、もっと悪くしてくださいっていうえもっと悪くていいんですかみたいなもっとダメダメでみたいなそう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 それありましたから今日すごくやりやすかったですけどね、うん、そうですね、うん、あとはみんな一緒に撮れるのがやっぱりいいですね、うん、そうですよね、かぶってもいいとかそう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 、そう会話してこうやり取りをしていくとかっていうのすごい楽しいです ね、うん、そうですね、やっぱ掛け合いの良さってありますからね、はい、こんな感じであの、うん、みんな楽しみにして、はいはい、あのキャストの方も楽しみにして、うん、あのあと3回ですか、そうですね、予定しておりますので、4回ですからね、はい、はい、皆様もどうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。